青森県青森市新城にある競輪場。通称は、道の区競輪、または、序門バンク。施設所有及び主催は、青森市。競技実施は、夜間、東日本地区本部北日本競技部。電話投票における、競輪場コードは12。実況は、日本トーターで担当は、山本孝治。青森競輪場は1950年に、 現在の合伏公園で開設され、1982年11月に、現在の競輪場を新築し、翌年の開催より移転した。開催期間は、降雪のない4月から10月。記念競輪は、毎年8月下旬から9月までの間に、道の区記念うとう杯争奪戦として開催されるのが、恒例となっており、2018年までの開催2日目の、 シード優秀競争は、日本百名山の八甲田山にちなんで、八甲田省の名称で行われていた。また、ロスゴリン自転車競技堂メダリストで、競輪選手としても数々の特別競輪を制覇した、地元出身の坂本つとむを称えた、坂本つとむカップや、北日本地区で、持ち回りの、ノースランドカップなども開催されている。 2012年10月25日26日には屋外競輪場としては初めてミッドナイト競輪が開催され、これに合わせナイター照明設備が取り付けられた。その後通常のナイター競争は開催されていなかったが、2016年10月11日からの開催より初めてモリン、トワイライトレースの愛称で開催された。翌2017年以降も行われている。 1988年、1990年、1993年、1995年、1998年には、全日本選抜競輪が、2001年、2005年、2009年には、ともひと新んの世界選手権記念トーナメントが開催されるなど、地方競輪場ながら収支はよく、全国の競輪場の中でも売り上げは上位に入っている。2007年4月より、 東場のトータリゼータシステムを担当する日本トーターに包括委託されている。また2010年7月30日からオッズパークによるシゲカツ式車検セレクト5.7を発売している。マスコットキャラクターは吉シ鳥をモチーフとしたウトー君と2012年に発表され一般公募により命名されたキャラクターの青いイモエリン。一般入場料50円、特艦。 0千円衛星図400メートルバンクを使用。カントがややきつく、直線も比較的長いため、後方からのめくりや追い込みの選手に有利とされている。大画面映像装置は3コーナーに設置されている。現在の場所は市街地から著しく離れており、マイカー利用でないと非常に厳しい立地である。 最寄り駅の津軽新城駅から約 3.5km あり、徒歩で行くことは厳しい。市内主要地からの無料送迎バスも出ているが、本数はそれほど多くなく、最終便が出た後はタクシーを利用しないといけないところである。なお最寄りの青森市営バス西部営業所停留所からタクシーで約10分、徒歩ならば約1時間かかる。選手宿舎に、 全国の競輪場では数少ない天然温泉があり2011年に一般客にも開放され好評だったことから2012年以降も開放されることになった。なお開放日は不定期の週末及び祝日の午後となっており公式 HP などで掲示されているカレンダーでの確認が必要。また利用には場内での購入車券を提示することが必要になる。 青い萌えリンに関するカテゴリー、ありがとうございます。